そうですね、やっぱ開幕戦見るとやはり自分たちのサッカーに確信を持ってますし、はい、J1 でも十分できるというところを、ね、証明してくれた試合だったと思うので、すぐに始めて乾、加藤もいるがどうする、加藤にボールが出、加藤ブル、ここは上福本です、セカンドボール、技術力のある、はい、まあ、乾だったら清武のところしっかりボールがね、清武からのスルーパス、反応した加藤、右に出す中原光、中原どうするか、仕掛けて右足、ナイスキーパー、ここは上福本、上福本が倒れてます。そうですね、浅田もおそらく中原の左足っていうのをね、はい、今シーズン背番号20を引き継ぎました加藤睦月、セットプレーのチャンスは京都です。先ほどとは逆のサイドからのコーナーキック、松田天馬、ニアサイドには宇高、奥を狙ってきた、ビアタビア久志、叩きつけた、おっと押し込んだ、先制京都サンガ FC、最後は竹富か、竹富ですね、はい、最後竹富です。松田天からファーのアピアタビアを狙ってたボールだと思うんですけど、正確なボールに来ましたし、はい、まあ、少し滞空時間の長いボールで、まあ、競った選手に関してはそのままこう飛び上がるようなところで、ね、アピアタビアはかなりこう後ろからね、まあ、勢いで来ましたから、まあ、その分、まあ、高さが勝ったっていう、どうするか、一度下げる、中に入れてきました、メンデスがいる、宇高のシュートだー、ナイスキーパー、キム・ジンヒョンキャッチ、枠行きましたね、はい、まあ、先ほどのこのシーン、宇高ダイレクト、奥野が前にいます、中原から清武、広がっている松田陸、中原どうするか、仕掛ける、中原アウトサイド、平尾、ナイスキーパー、よく止めた、乾のシュート防いだ上福本、これ先ほどのシーン、本当にギリギリ左足のアウトサイド、ニアにいた乾がシュート打っていったんですけれども、そうです、ね、上福本もおそらくディフェンダーも前にいたと思うので、はい、反応がね、宇高ヘディング広げて、中原がここは突っかけに行きます、加藤睦月、加藤、清武使う、清武前向く、乾が来た、乾決まった、同点、後半開始早々追いつきました、決めたのは乾、清武から乾です。まあ、よりゴールに近いところを選択しましたよね、はい、まあ、そこに対して長井がタイミングよく入ってきて、はい、爪先ですけどもね、相手との駆け引きの中で、はい、まあ、ニアの、まあ、空いたスペースに対して、まあ、シュートを打ちましたよね、まあ、このパスも見事でしたし、最後執念で決め切りました乾、ポストに当たって、鳥海から裏、メンデス、ブルーのメンデスがいます、ブルーのメンデスから北野のシュートだー、会場がどよめきました、まあ、こぼれてくるっていうところも、まあ、予測範囲内のところだったと思いますし、まあ、シュートに関しても、もうシュートを打つっていうのも、はい、まあ、決めるのも早かったですね。そうでしたね、松田陸は裏を使って原川から中、清武中、さあシュート打つか、清武のシュート、ナイスキーパー上福本、いや逆つきましたけどもね、はい、角度的にはこうファーを狙ってくるようなね、体の向きだったんですけども、そこを完全に、まあ、上福本の逆を、ね、ただ浅田もしっかりとね呼んでましたし、はい、いいプレーですね。鈴木徳は右に広げた、松田陸からのボール、ブルーのメンデス、ナイスキーパー上福本、ここも横っ飛び、アディショナルタイムは3分、先ほどのこのブルーのメンデス横っ飛び、上福本触った、北野が行く北野颯太が抜けてきたぞ、北野颯太が来た、ここも上福本だ、よく止めました上福本、よく止めましたね、悔しそうにピッチを叩く北野颯太、両チーム終盤決定機作りました、ただ防いだのは京都サンガ FC の上福本、竹富の先制ゴール、同点に追いついた乾。 Like, subscribe, push notification.